はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルービッシュです。では今回は帝徳の決断ホープアップキット大和特攻リベンジ続きをやっていきたいと思います。前回坊の岬沖海戦からですね、耐えに耐えて反攻作戦を行ってついに太平洋で反撃に転じるということで、まずその第一撃レイテ沖に攻め込んだんですが、ちょっと操作ミスなんかもあってですね、撃退されてしまったんで、今回はですね、このレイテに再び進攻をかけていきます。で、進攻をかけていく艦隊なんですが、まず第12艦隊、これは潜水艦隊です。潜水艦隊でね、敵の大型艦を沈めていこうという作戦です。一方、マレーに撤退した艦隊のうちですね、傷ついた超加賀と天城は一度、この後、マラッカに戻して、ここでドック入りさせます。で、超赤城にですね、加賀に乗っていた艦載機を移して、この第一艦隊を今度はこのレイテに突入、さらに第16艦隊もレイテへ突入させていきます。2個の潜水艦隊に超赤城が、随伴するという形になりますね。ではアルミとかは使ってありますので、このまま時間を進めていきます。レイテ沖海戦2戦目、その前に敵が小笠原から進攻してきているので、ここはいつものようにちょっとね、逃げの一手にはなりますが、逃げ切りを行っておきます。本来こんな戦い方は事実上ありえないんですが、ゲーム上ではこれ以外にこの大和特攻リベンジを成し得る方法がないので、ちょっとねお付き合いお願いします。はい、例によって逃げ切りですね、完了しましたので、続いて霊手沖に突入します。なんとしても敵を仕留めていきましょう。夜ですね、突入は夜。まずは敵の、ね、航空基地はすべて破壊済みになっているので、敵の位置を、ね、探っていきます。そうか、これ彩雲は夜飛べないんだな。なので索敵がちょっとうまく効かないですね。敵を発見したら即座に攻撃隊を送っていきましょう。さあ敵艦発見。敵艦の位置はここか。空母前進させましょう。敵の位置に張り付かなきゃいけないので、いくら航続距離の長い、ものだといってもね、さすがに届かないので、敵の位置を見極めつつレンジ内に入ってくるのを待ちます。まだ届かないよね。
さあ空母の前進を待ちます。もう爆撃隊が迎える距離に入ってきたので爆撃隊を送っていきます。いやー敵も随伴する艦艇が邪魔くさすぎるな。でちょっと待ってね、従順がこれこいつらと快適するのはよろしくない。一旦上に逃げましょう。思ったより敵もしっかり整えてきてるね。さすがに潜水艦だけだときついのか、敵の大型艦を仕留めておきたい。ここは従順を失っててもいいので何としてもレイテを取りたいですよね。いや戦艦硬いわ、本当に戦艦硬い。さあここからは敵の空母を仕留めにかかりましょう。空母は前進します。敵がどのあたりに潜んでいるか。なんとか敵を快適したいな。ひとたび敵を見つけられれば、赤城に残っている航空隊で撃破できる程度の数だとは思ってるんですよね。ただこれはどうかな、もしかしたらちょっと昼までやり直した方がいいかもしれないね。おっとレイテは取った、レイテを取りました。失った艦艇は従順が2隻、軽順が1隻に、潜水艦が、まあ、10隻、撃沈されてますが、レイテを取った意味は大きいですね。まあ、デンマークは取れなかったものの、駆逐艦をことごとく撃沈してるね、ドイツも。ジャワ沖の攻略は続けません。で、小笠原沖を攻略する。これで絶対防衛ラインをね、構築していきましょう。そうすると艦隊を置く場所がね、制限できるので、今だともう南シナに艦隊を置いておく必要がなくなりましたよね、これによって。なので南シナの艦隊を、レイテに派遣しておきます。で、さらに言うと、
南シナだけではなくて、このマレーにも艦隊を置いておく必要がなくなったので、マレーに入っている艦隊、これも一度マラッカに移しましょう。よし、なんかだいぶ戦える陣容が揃ってきたね。沖縄、日本近海がどうしても手薄というかね、艦隊を置いておかなきゃいけない、分散配備しておかなきゃいけない拠点になっているので、次の攻略目標を小笠原沖にしてですね、この小笠原沖、そして、今取ったレイテ、さらにシンガポール、ここのラインを絶対防衛圏と、設定してですね、戦いを行っていきたいと思います。いや、レイテ取ったのマジででかいぞこれ。レイテに早速輸送船を配備しましょうね。輸送船を配備して、このレイテでしっかりとアルミをね手に入れて、航空機を作って、もうこれ笑いが止まらないですね。航空戦力が充実すればアメリカ軍を撃破することも不可能ではない。もちろん今の航空機の性能だと、まあ、長距離爆撃で火力はあるんですが、消耗も激しい、撃ち落とされる消耗も激しいので、まあ、どっかでね、最新の航空機を作っていきたいなと思ってます。で、そのタイミングというのが、全天候型の航空機の開発を今行っているので、この開発をまず優先して終わらせましょう。で、その後に行っていきたいと思います。で、そうなるとだ、航空用の装備で何か必要なものがあればと思いましたが、一旦お金はキープしときますか。そしたら、はい、では次回はね、小笠原沖の攻略を行っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。